東京エレクトロンは半導体製造装置メーカーですけれども、半導体メーカーではないです。よっていかに装置メーカーとして半導体メーカーと新しい価値のある技術を創出していくか、その関係が大切です。東京エレクトロンは絶対的なお客さんとの信頼関係をベースに、お客様と共に新しい技術の開発を行ってきました。そういうことにより8本ぐらいの柱を立てることができました。で、その8本の柱というのは、それぞれのセグメントで世界の全てがですね、シェアナンバーワンかナンバーツーのものです。東京エレクトロンの8本の装置の柱で、将来求められる技術に対してこのようなビジネス機会があると考えています。8本の装置としては、クォーターデベロッパー、パターンを作るためにマテリアルを削ったりするエッチング、ゴミを除去するクリーニング、それからガスでエッチング、ガスクリーニングとも言いますけれども、ディフュージョンファーネス、バッチデポジション、メタルデポジション、これらは静膜の装置です。あとはプローバーを持っています。半導体の構造を作る露光技術、クリーニング技術、エッチング技術、静膜技術、これらがものすごく重要で、これらによって高速で、大容量で低消費電力で高信頼性の半導体ができます。これは半導体のデータトラフィック、データ通信量を表している表です。1990年代はコンピューターを中心に、パソコンを中心にこの市場は伸びてきました。2000年代に入ってパソコンとスマートフォンなどの、がこの業界を牽引してきました。昨今 IoT インターネットオブシングスということで、そのこのコンピューターとか PC とかモバイルとか、さまざまな機器がインターネット上で接続されることによって、データが爆発的に伸びてきています。映画の配信だとか、機器と機器が通信するようなことで、データの通信量は、今後 26% で成長していくというふうに言われています。データ年間 26% で成長すると、10年間で約10倍の通信量になります。2030年では2年前の2020年に対して約10倍のデータ量が行き交うことになります。で、今はビットコンピューティングが中心ですけれども、数学的なコンピューティングが中心なんですけれども、今ではニューロン、脳型のコンピューターだとか、クァンタム、量子コンピューティングとか、そういうものが徐々に普及していて、2030年以降はこのビットコンピューティング、脳型コンピューティング、クァンタムコンピューティング、これら全てが融合することによって、さらにデータの通信量は増えていくと思います。そうすると2030年から2040年もこの年率 26% で成長していくペースは続いていくと考えています。そういうことは2040年では2020年に対して100倍のデータ通信量が
あるということが期待されます。今はビッグデータというふうに世間では言われています。しかし私はまだまだビッグデータではなくて、今はまだスモールデータです。本格的なビッグデータ時代はこれから来るのです。そこで大切なのが半導体の技術革新です。大きなデータを扱うのに大容量の半導体が必要です。大きなデータを素早く通信させるために高速の半導体が必要です。自動車の自動運転だとか医療にも使われていきますので、信頼性が大事です。今のパソコンとかでまだ固まったりとかすることがありますけれども、自動車の自動運転では固まることは許されません。そして地球環境保全に大切な脱炭素という観点では低消費電力の半導体が必要です。デジタル社会を迎えて今後半導体の技術革新が重要なんですけれども、高速、低消費電力、大容量、高信頼性、これらのものに対する追求はこれからも続いていきます。まあそのようなことを迎えて半導体の技術革新と半導体の用途が広がっています。去年半導体市場は580ビリオン US ドルになったわけです。しかし今まで説明してきたような理由で2030年には1兆ドルを超えるというふうに思われています。これは半導体のマーケットです。本当に半導体には大きな成長ポテンシャルがあります。東京エレクトロンは過去5年で6000億円の研究開発投資をしてきましたが、これからの5年では1兆円以上の研究開発投資を行う予定です。それと同時に、新しい技術を生む、評価装置が必要なんですけれども、それらの設備投資は今後5年間で4000億円以上を投入していく予定にしています。5年間で1兆円の研究開発投資と5年間で4000億円の設備投資、このことを考えると業界でもトップクラスの投資をしているというふうに考えています。